阪神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発はエースの秋山、対するカープの先発は右の九里、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の秋山、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは宇草。背番号38。第4球を投げました。打ちました。抜けた。宇草、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げました。初球バント、ピッチャーの右へ転がした。一塁送球、一塁アウト。これはアウトです。レフト西川、背番号63。第3球を投げました。三振。西川、全くタイミングが合いません。バッターは4番鈴木、ひときわ大きな声援が聞こえます。第3球を投げました。打ちました。センター前に出る。これはヒットになります。センターからセカンドへ。カープ、まずは1点先制。1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは5番坂倉。第6球を投げました。流し打ち、どうだ。取りました。これで3アウト。1回の表が終わって1対0、タイガース先制点を奪われています。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは林。第9、初球から打ってった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは阿部。1球目ファールから投げた。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番相澤。第2球、投げた。打ちました。引っ掛けた。取ってアウト。3アウトチェンジ。秋山、三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって1対0です。タイガース追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で熊谷。第9、ボール。第2球、投げた。インロー際どい球、ボール。第3球を投げた。ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした。1塁はアウト。スコアリングポジション。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー九里。第4球は打った、ライトへのフライだ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って宇草。第3球を投げた。打ちました。ショートバウンド、ボールを掴んだ。中野、うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番小園。今日2度目のバッターボックス。変化球、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。秋山、最後は空振り三振で仕留めました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは西川。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。高め、ボール球打った。これはサード正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木。これが2度目のバッターボックス。第4球は打った。サード右横のゴロ。糸原、ボールを取る。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番坂倉。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げました。打ちました。中野、掴んだ。一塁へ送る。記録はヒット。記録はヒットです。さあ、2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。
バッターは6番林。第1打席はショートフライに倒れています。タッチはセーフ。第9投げました、打ちました、初球打ち、サード前方のフライになりました。サード落下点、掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー坂倉残塁に終わりました。4回の表が終わって1対1です。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは熊谷、投げました、もう第2球投げました、打ちました、ヒット、ボールが点々と転がっている、センターからセカンドへ、熊谷ツーベース、タイガース勝ち越しのチャンスを迎えます。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは坂本、タイガース1打勝ち越しのチャンス、打った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9、アウトコース高め、外れてボール。さあ次の投球、真ん中ストライク、投球は3球目、投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、空振り三振、バッター、打順はトップに帰って島田、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。投げた、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、1球目空振りから2球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球をボール。第4球は真ん中、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者連続三振に打ち取られました。4回の裏が終わりまして1対1です。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは阿部、第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、変化球、空振り三振、秋山3球で仕留めてみせました。ストレート、空振り三振、秋山見事なピッチングです。バッターはピッチャー栗、第9投げた、初球を打ちました、熊谷下がっていった、取ってこれで3アウト、チェンジ。秋山、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって1対1です。ゲームは後半に入ります。トップバッターはうぐさ、第4球を投げました、打ちました、これはピッチャー真正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小園、今日3打席目。第9投げました、打ちました、ショート真正面、中野ボールを掴んだ、一塁送球、記録はヒット。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。左バッターボックスには西川、今日は三振とサードゴロ。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9、一塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、ライトからサードへ、西川いいバッティングを見せました。タイガースピンチを迎えます。右バッターボックスは4番鈴木、大きな声援が届いています。次は5球目、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9、ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、ショートがっちり取ってアウトです。1塁はアウト、3アウトチェンジ、先ほどのプレーです。2者残塁、6回の表が終わって1対1です。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で熊谷、外れた、ボール。第2球投げました、ここは送ってきました、三塁線点々としている、アルボール、投球は3球目、投げました、ボール、内角高め。第4球を投げました、ここで送ってきました、ファール。第5球投げた、スリーバントピッチャーへ転がした、ランナー三塁に進みます。
試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは林。今日はショートフライとサードフライ打ちました。ボテボテの当たりはサードゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番阿部。今日はレフトフライと三振。第3球を投げた。外のボール引っ掛けた。熊谷取った。セカンドから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。投げた。フォーク、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。同点で迎える8回です。バッター松山。さあ4球目、低め、空振り三振。2者連続三振。バッターはトップに帰ってうぐさ。打った。内野ゴロ。マルテボールを取る。マルテ一塁踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番小園。今日4度目のバッターボックス。投げた。流し打ち。サード右へのゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。秋山3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって1対1です。同点で迎える8回です。今日ツーベースを打っている熊谷。投げた。初球打ってきた。センターバックしていった。ワンバウンドヒットになった。熊谷二塁を狙う。熊谷ツーベースヒット。今日これで2打数の2安打。さあリプレイです。バッターは8番サンズ。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました。危ない球。投げました。打った。打球は三遊間へ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。タイガースセカンドランナー残塁。8回の裏が終わりまして1対1です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは西川。タイガースこのバッターだけは塁に出したくないところ。投げました。打ちました。打球はサード後方。大山バックしていった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番鈴木。第4球を投げました。打った。ライト前進ヒット。鈴木ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは5番菊池。第4球を投げました。打ったに当たりだ。糸原掴んだ。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。9回の表が終わって1対1、同点が続いています。さよなら勝ち。あっけない幕切れです。勝利投手は秋山、敗戦投手はフランスア。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。